最後まで勝って終わるっていうのが最高かもしれへんけど、どっかで負けて終わるんだったらここが最高の場所だと先生は思っています。だけど今までやってきた以上に地獄になると天国に行けない。そこは甘えちゃいかん。特にお前が甘えたら絶対チームに。この大会で甲子園に行くことだけを目標にしてやってきた3年間ずっと明日もやりたかったのって甲子園に行きたいんじゃないんやなってみんなこの仲間で部活ピーポー全力応援部活ピー。男子高校野球ラストミーティングスペシャルです。ということで引き続きこの方が来てくれました。どうも高校野球大好き芸人の上條岳史です。よろしくお願いします。イエーイ、はい、はい、どう上條さん、はい、なんと、うん、合計5週連続の出演らしいですよ。いや嬉しい、嬉しいね。乗っ取られる。乗っ取られませんけどもう共にやろうよ、なえなのちゃん、ほんまに。来てくれてるんです。もう毎夏の楽しみなんです、私はもうこの番組が。そしてさらに今回はですね、はい、増田沙織アナにも来ていただきました。はい、ABC テレビアナウンサーの増田沙織です。よろしくお願いいたします。お願いします。女神。華やか。女神様です。ということでラストミーティング特集、増田さん見たことありますか？もちろんです。なんかもうラストミーティングって本当に一番チームらしさが出る瞬間だなと思っていて、こう見てる私たちお子様も胸に刻みたくなるような言葉がたくさん出てくるので大好きなんですよ。あ、嬉しいですね。コメントが素晴らしい。アナウンサー心強っもうなえなの今日この後進行しないのでよろしくお願いします。そんなやっぱしっかりしてますよね。ねえ、うん、素晴らしい。ブカピラストミーティングスペシャル、まずは愛媛県今治西高校です。最後の最後で惜しくもさよなら負け。長い夏を誓った選手たちの思いが込み上げるラストミーティング。お前たちと一日でも長くね野球をやりたかったからな。まあその一心で全員でな、終わらせない努力全員でしっかりやろうって見合った結果やから。明日もやりたかったの。それだけよ、それだけ。本当にいろんな人に関わってもらってな、いろんな人にね、応援もしてもらって、ね、成長してきたチームやから、そうやって応援していただいたね、とか関わってくれた、期待してくれた人のためにもな、最後までしっかりやろう。この大会で甲子園に行くことだけを目標にしてやってきた3年間だと本当に悔しいですし、明日もみんなと練習する姿っていうのを想像してたんですけどそれができないっていうのが本当に悔しいです。また一本目でこんなんした。明日もやりたかったのって。甲子園に行きたいんじゃないんやなってみんなこの仲間で選手と監督とみんなで次の日もその次の日も野球をやりたいだけなんやなって
明日も野球やりたかったのって深いなって思いましたね。うん、超ごめんな。なんか先週よりひどくないですか。増田さん引いてますよね、この急に。俺もそんな、ごめんなさいね、そのわざとじゃないんですよ、俺もそんなつもりじゃないんですよ、本当に。続いては熊本県天草工業高校。敗戦直後、悔しさをこらえながらもキャプテンは最後まで厳しく後輩へ向き合いました。その思いとは。よし、じゃあ改めてお疲れ様でした。もう胸張れね。めちゃくちゃ幸せよ俺。本当とベスト4まで連れてきてもらって本当ありがとう。きつかったと思うばってんたい。最後まで頑張ってたいね。3年生もみんな出たしね。スタメンのおかげでみんな出たしね。笑えね。いや本当楽しかったよね。まあ勝ち負けは絶対つくけね。まあ負けたばって俺悔いはないよね。俺たちがここまで戦ってくれたことに悔いはない。もう逆にありがとう。めちゃくちゃ嬉しいね。以上きつかったばってんな。でもおかげで勝ったったね。最後まで笑顔で戦ってくれたっけ。俺はもうそれだけで幸せです。ありがとうございました。うん、やはりと。はい。うん。まあ、みんながここまで来れたのみんなの力やけど。俺厳しいこと言ったけど、しっかりみんなで連れてきてくれる。やっぱそこがもうここまで来れたけん。やっぱ次も3年生は引退やけど、吉岡中心に。頑張って。OK。まあ、多分ここまでまた来るのはやっぱきついと思うけど、特に2年生、1年生も20人いないし、やっぱもう一人一人のなんていうの、背負う量が多くなるかもしれんけど、そこはもう気合で乗り越えろ。 OK。 吉岡中心に2年生ついていって OK。 やっぱ今まで俺らがやってきたことであと2つ勝てなかった。だけど今までやってきた以上に地獄見ないと天国見れん。そこは甘えちゃいかん。時にお前が甘えたら絶対チームに出す。自分に言うし、お前周りに優しく、もっとやらない、もっと遊んでる時間とかないよ。お前らしか次できない。 OK、 頑張れ、行こう。ずっと好きだからやれてきた。そっと好きながらこぼれ涙。よっしゃ、はい。はい、させてくれてありがとうございます。はい、お疲れ様でした。キャプテンは本気でこのね下級生に甲子園に行ってほしいっていうあの気持ちと、でお前が自分に厳しく周りには優しくって、あれは俺は監督から学んだかなって。あの最後に優しい言葉をかけた監督って、周りに優しく、でもあの監督はここまで来させた監督は結構自分には厳しくやってきたと思うんですよね。だから本当によくやってくれたってね。なんか言葉深いし、うん、人間親子みたいだね。なんかね、人間味があって、またね、大人になったら一緒に酒飲みそうやね。飲むけんお前ら、お前らあと2つよとか言いながら、あそこで甲子園連れてってよお前らとか言いながら、なんかこうね、いい監督やな思いますけどね。うん、ない野球やるってなったらここのチーム入りたい。なんかね、わかるわかる。うわ嬉しいな、ナイナオちゃん嬉しいな。今ね、見てたこの主将も一番頑張ってきたから一番誰よりも悔しいはずで、一番泣きたいはずなのに、もう後輩のこと気遣ってる、
こんな首相いないなって、あの部下になりたいです、あの首相のABC の ABC 入って先輩になってほしい、先輩になってほしい、入ってすぐ先輩になブカッピー情報。 YouTube ブカピでは頑張る学生たちの動画をいろいろ配信してます。3年生아가어디가래急にずっと好きだからって言わんといてほしいね。ブカピで検索してね。続いては徳島県鳴門渦潮高校、ノーシードから甲子園の切符をつかんだ夢のような夏。甲子園で1勝とはなりませんでしたが、選手監督ともに充実感あふれるラストミーティング。先生、ごめんよ、甲子園今回で3回目です。3回、今までの2回っていうのはその学校に来て1年目で、甲子園に行った。でこの3回目っていうのは1年生から見た選手が頑張って3年生で甲子園に来た。だけん思い入れが全くちゃうんな。今までも思い入れはあるよ、あるんやけど、まあ、甲子園決まって優勝してその日一睡もせず、ほんまに寝つ朝まで書類を作ってほんまに寝てないけんな。みんな冗談で言おうかもしれんけどほんまに寝てない。先生大変やな、寝てないんちゃうんっていろんな人に言われた。でもしんどいけど幸せやけん、幸せやけんできるよって。こんな幸せな時間をみんなは先生にくれって思う。ほんまに、ありがとうな。これがまあ野球をしよる人間の最高の場所です。まあ最後まで勝って終わるっていうのは最高かもしれへんけど、どっかで負けて終わるんだったらここが最高の場所だと先生は思っています。合格やったよ、早稲田と、あのアルプスはすごい、できることなら校歌を歌わしてあげたかった。ただしあれだけの人数が集まってあれだけの感傷の中でできた、いろんな形で恩返しをしてください。お前はどう洗って卒業していてくれたらそれでいい、ちゃんとして、まあよう頑張ったと思う、ようやったと思う、ようやった、まあ、あとはほんまにきちんと片付けて、お前が帰った後綺麗かったねって言われるように今後出ていこう。おしえ、ああずっと好きだからこぼれ涙、あの人の優しさの大好きを一緒にありがとうな。いや僕このラストミーティングで2年前に多分この鳴門渦潮見たんですよね。で決勝戦で負けて、その時に森監督はようやったとは言えんって、うん、結構決勝で負けて厳しい言葉を選手に言ったんですよね、うん、でもその森監督がそこで涙して、うん、ようやったって、あの早稲田に合格やったって、うんうん、まあ、厳しい監督やけどその、うんうん、なんか偽物の言葉をかけるような人じゃなかったんやなっていう、その、うんうん、甲子園でね早稲田と互角の試合して、うんうん、それがやっぱあの森監督の涙やったんかなって思ったら、うん、ちょっとグッときましたけどね、うん、はい、こう厳しい監督が流す涙ってもう、うん、本当に全てを物語ってますよね、うんうん、グッとくる、うんうん、そうそう、何食べたかだけめっちゃ気になりません？え、どれ？ご飯？あそこに並んでたご飯めっちゃ良さそうなとこだったじゃん。赤もん全然やっぱ視点がやっぱあの、いや
何鍋なんだろうなとか。いや、やっぱそっちの視点を芸人は持っとかなかったな。俺よりもっとなんか俺はもうなんかなんかもう目の前のことを見てもわかんないみたいな。そうやね、何食ってたんやろな。ということで YouTube ブカピでは今回ご紹介したラストミーティングの完全版がアップされますので、皆さんぜひご覧ください。後悔だけはしないように頑張ろうって思ってやったんですけど、今まで野球一生懸命練習できたというのは先生の宝です、財産です。3年間ありがとう。帰るぞ帰るぞ帰るぞ。なんかもう映画のワンシーンのようなね。